ぼちぼち時間だ。アルバーダを攻め落とせ！反乱は始まっちゃった。海軍も来てるみたい。状況は最悪ね。だけど止めるわ。船でちゃんと学んだのよ、諦めの悪さなら。俺たちは反乱を煽っているバロックワークスを止める。ビビちゃんはどうにかして反乱を止めるんだ。みんな分かってると思うが、この戦場には例の変身野郎がいる。いつ仲間になりすましてビビの命を狙ってくるかもしれねえ。少しでも怪しいと思ったら仲間の印を確認するんだ。いいな？分かったわ。あの時のあれね。一味がアラバスタに上陸する直前のこと、ゴーイングメリー号に謎の能力者が乗り込んでくる珍事件が起きた。兵隊が連れた！彼は他人そっくりに変身できるマネマネの実の力を披露。ルフィたちは大いに盛り上がり、その正体を知らぬまま友情を育んだ。友情ってやつは付き合った時間とは関係なしん。だが別れ際、彼がバロックワークスのエージェントミスター2であることが判明する。一味はマネマネの実の力にどう対抗するか方策を練った。印なら罰がいいな。ビビかっこいいもんな。うん、私もそれがいい。左腕に罰印をつけ、その上から包帯を巻く一味とビビ。少しでも仲間が怪しいと感じたら包帯を取ってその印を見せる。そう決めたルフィたちは円陣を組んで左腕を突き出す。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。今クロコダイルとの決戦に臨むルフィたちの腕には揃って包帯が巻かれていた。
バロックワークスに先導されて戦いがどんどん広がってる。だけど止めるわ。まずはバロックワークスを倒しましょう。サンドル、お姫様たちが下に。諦めの悪い奴らだ。あの大砲を奪えりゃ俺が敵を一網打尽にしてやるのによ。数が多いな。こいつは苦労しそうだ。見つけた。麦わらの一味、包囲を開始してください。敵はまだまだいる。早く片付けるぞ。今まではうまく逃げられてきましたが、ここで必ず捕らえます。今はパクリ女に構ってる場合じゃねえって。このままじゃまた逃げられる。こんな状況じゃなければ喜んで虜になるのに。もうここに用はない。ミスターゼロ、行きましょう。そうだな。ソドモを見下すのも飽きてきたところだ。ルフィさんたちは戦いを止めようとしているの。お願いだから協力して。この戦いの元凶はバロックワークスと社長のクロコダイルなのよ。だとしたら全体目標をバロックワークスに変更して。社長命令、始末させてもらうぞ。みんな死になさい。これで戦いの勢いが少しでも弱まれば。厄介そうな奴が来たじゃねえか。俺が相手する。仕方ねえ。もう片方は俺が引き受けた。この感覚を待ってた。サンドル、
チョココックに苦戦なんて冗談じゃないわよ。こんなふざけた野郎に。タチキュー、ドラー、キリソー、ドラー、チェリー、ドラ切れたぜ。まだ息があんのか。あんたの勝ちよ。殺しなさい。どうせアチシは組織に消される運命。何をグズグズしてんのよ。さっさととどめよ。いい勝負だった。もうそれ以上言葉はいらねえはずだぜ。ライバルとの友情の証。アチシ、アチシ泣かない。じゃあな。あ、とどめは刺すのかよ。ここまで手こずるとは。俺はスパスパの身を切った全身刃物に打撃斬撃は効かない。なるほど。俺がお前に勝てる。俺は鉄でも切れる男になってるってわけだ。諦めろ。俺は今まで剣士と名乗る者に傷一つつけられない。お前の核は知らねえ。よすらかに死ね。本当に鉄を切るほどの実力があるかどうかだ。刀一本、俺の技を受け切れるとは思えねえが。いいんだ、もう受けねえ。覚悟ありか。上等。一刀に居合い、シシソンソン。アトミックスパート。礼を言う。俺はまだまだ強くなれる。そういう思い出話をアルバムにでもしまっときな。
抵抗しても無駄だ。どうせこの広場は4時半に吹き飛んじまう。お前らみてえのもまとめて吹き飛ばすためにある場所からここを砲撃する予定なんだよ。あの男ならやってもおかしくない。砲撃士を探して砲撃を止めなきゃ。砲撃するなら高い位置からのはずだ。高い建物の近くに怪しい奴がいねえか探すぞ。この野郎どうに死者ソンソン。サン悪いけどサンの命令よ。念には念を。てめえこの広場を狙ってる砲撃手ってのはどこにいる。一番高い建物の上だって聞いたぞ。三刀流王子三刀流王子。おっと砲撃士の場所教えなさいよ。貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。おい怪しい奴がいたぞ。こっちだ。こいつまさか攻撃士か。この野郎手間かけさせてんじゃねえ。攻撃士はどこだ。包帯を置けるような場所を考えればわかるんじゃねえかと。攻撃されたらあなたたちも死ぬのよ。場所を教えて。階段を登らなきゃならねえ高いところだぜ。急がねえとここが吹っ飛んじゃうんだ。早く砲撃士の場所を教えてくれよ。ち、貴様らだって何度も目にしてる。そういう場所だよ。サンドンソンソンサンドンラッサン。砲撃士はどこにいるの。答えて。一番高い建物の上だって聞いたぞ。サンドンソンソン。今すぐ砲撃士の場所を教えろ。ここから見える建物の中じゃねえかと。分かった。あそこ以外考えられない。何度も見ていたはずなのに盲点だった。攻撃手は間違いなくあの時計台の中にいるわ。三点世界。邪魔しないよ。殺しかねないよ。三刀流！撃つめ！
三、トゴロジ、一丁、チンダマ、思ったよりやるよ。今引いた。オルソルネードか。サン、トン、ユウ、ユウズメ。セレンカブマズ。サン、トン、ラスト。サン、トン、ラスト。やった、よかった。やるな。こいつがポーネグリフか、ニコ・ロビン。奇妙というか、なんというか。解読はできたのか。ええ、アラバスタのどこかに眠ってるはずの兵器、それを手に入れてこの地に最高の軍事国家を築く。そのために内乱を扇動し、国の乗っ取りを狙った。さあ読んでみせろ。世界最悪の軍事力、古代兵器プルトンはどこにある。記されていないわ。ここには歴史しか記されていない。何？プルトンなんて言葉は一言も出てこなかった。そうか、残念だ。お前は優秀なパートナーだったが、ここで殺すとしよう。ポーネグリフのある場所へお前を連れて行けば、兵器の情報は俺に譲る、そういう協定だった。しかし最後にお前は公約を破った。この国のポーネグリフはプルトンの手がかりすら示さねえ。あなたがそういう行動に出るなら私にも考えがある。ワニはどこだ。ぶっ飛ばしてやるぞあいつ。あの奥、ワニっぽいな。よし、やるか。水か。水をかぶれ、ナイフも刺さるでしょう。避けた、どこへ。すべてを許そう、ニコロビン。
なぜなら俺は花から誰一人信用しちゃいねえからさ。なぜ生きてるんだ。何度も何度もなぜてめえは俺に立ち向かってくる。まだ返してもらってねえから。お前が奪った国を連長おかしなことを言うやつだ。国はこれからもらうぞ。俺たちがここに来た時にはもうとっくになかったぞ。あいつの国なんて、俺が本当にあいつの国なら出られるはずだ。お前の目的はこの国にはねえはずだ。他人の目的のために死んでどうする。ビビは人には死ぬなって言うくせに、自分は一番に命を捨てて人を助けようとする。だからこの厄介者を見捨てちまえばいいぞ。俺は死なせたくねえか。仲間だろうが。どうあっても俺をぶちのめしたいらしい。でもお前を目障りな敵と見込めよ。柱から水が出たぞ。もしかしたら他の柱も。ロケットロケットよっレッドロケットライフルグランドセットよっレッドてめえのような
駆け出しの海賊が勝てる相手じゃねえ。諦めろ。ビビが国を諦めねえ限り俺も戦うことをやめねえ。たとえてめえが死んでも。死んだ時はそれはそれだ。無駄だ。デザートジラソーレ。さあポケットどこの誰だろうと、俺はお前を超えていく。ゴムゴムのデザートストームラスパーダ。死闘の末、ルフィはクロコダイルを撃破し、バロックワークスは壊滅。アラバスタの反乱は麦わらの一味とビビの活躍により終結した。束の間の休息と宴に興じるルフィたちだったが、海軍は彼らを捕らえるべく海上封鎖を敢行。ゴーイングメリー号を心配する一味のもとに船は無事だと連絡が入る。その相手は敵として戦ったミスター2ボンクレーだった。ダチだからよ。さらにミスター2はビビを待つという一味の友情に心を打たれ、部下と共に自らおとりとなって海軍の攻撃からルフィたちを逃がす。男の道をそれるとも、女の道をそれるとも、踏み外せぬは人の道。散らばもろとも誠の空に咲かせてみせよう。オーカマウェイ。ボンちゃん、俺たちおめえらのこと絶対忘れねえからな。一方ビビは一味と共に後悔を続けるか、それとも国に残り王女として生きていくか、一つの選択を前にしていた。その選択に結論を出したビビはクロコダイルの脅威が去ったアラバスタの国民に向け演説を始める。少しだけ冒険をしました。それは暗い海を渡る絶望を探す旅でした。暗い暗い嵐の中で一隻の船に会いました。船は私の背中を押してこう言います。お前にはあの光が見えないのか。海に逆らわず、しかし船首はまっすぐに、たとえ逆風だろうとも。そして指を指します。見ろ、光があった。歴史はやがてこれを幻と呼ぶけれど、私にはそれだけが真実。そしてビビ、
急げ！ビビちゃん！海軍もそこまで来てるぞ！お別れを言いに来たの！今、なんて？私、一緒には行けません！今まで本当にありがとう！冒険はまだしたいけど、私はやっぱりこの国を愛してるから！だから、行けません！そっか！私は印なら罰がいい。なんで？海賊だろ。でもあれ本来相手への死を意味するんだぞ。いいんだ、罰がいい。なあビビ、かっこいいもんな。うん、私もそれがいい。なんでもいいから書けよ。本題はそこじゃねえんだ。これでよし。私はここに残るけど、いつかまた会えたらもう一度仲間と呼んでくれますか？いつまでも仲…バカ、返事しちゃダメ。海軍がビビに気づいてる。私たちとビビとの関わりを証拠付けたらビビは罪人になるわ。このまま黙って別れましょう。これから何が起こっても左腕のこれが仲間の印だ。しゅっ！